や、めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。ヤバい T シャツ屋さんの新曲、ヤバミ。皆さん聞きましたかね？もうミュージックビデオですね、YouTube 上で公開されていますけれども、非常にですね、バキッとバンド感の溢れる、めちゃくちゃかっこいい曲になってるんじゃないかなっていうふうに私は思っています。何度かですね、僕の動画でもヤバい T シャツ屋さんは取り上げさせていただきまして、まあ、いろんなフェスに今引っ張りだこになってますけれども、今春であっという間に初夏になってもう夏になるわけですよ。そしたらね、いろんなフェスにまあ、引っ張りだこになるっていうことはもう間違いないじゃないですか。で、その夏に向けてですね、ビシッと一発出されたヤバミは非常にかっこいい、そしてバカバカしいなというふうに思っております。この曲自体はですね、もう非常にロックテイスト溢れていて、いわゆるですね、こうコード進行的にはですね、非常にシンプルなんですけど、ところどころ織り込まれているギターのリフですよね、それがですね、非常にかっこいいわけですよ。どういう風なフレーズかっていうと、Bmで、D、E ですかね。非常にこうシンプルなんですよ。D やつ、ロックっぽいんですよね。っていうのとか。こういう流れはね、なかなかできそうでできないっていうか、ベースだけでいくとさ。まあ、すごい簡単な流れなんです。これからバンドやりてーとかさ、やっぱ中高生とかいっぱいいると思うんだけど、練習曲にもすごいぴったりじゃないかなっていうふうに思うんですよ。すごくコード進行としては簡単だけれども、カッティングっていうのが入るわけですよ。っていうやつ、これがね、非常にかっこいいわけです。これね、ギターのリフがめちゃくちゃ目立つので、まあ、かっこよく弾けないとめちゃくちゃかっこ悪いという曲があるんだけども、非常にね、最初も言いましたけど、バンドテイストですよね。それが溢れていて、めちゃくちゃかっこいいなというふうに思っております。まあ、それだけじゃなくて、ヤバい T シャツ屋さんらしいこの歌詞ですよね。冒頭に英語の歌詞いっぱい言うけれども、大した意味はないよとか、そういう感じとかね。あと PV のおふざけ感とか、ああいうのはですね、やっぱりヤバい T シャツ屋さんですごい魅力的だなっていうふうに、僕はこう、クスッとね、しながらも、あ、やっぱ上手いなっていうふうに思いながら見ていました。PV はですね、途中でね、もう喋り続けるっていうやつもあるんですけど、僕ね、ああいうね、PV ってこう喋るってありだと思ってて、今いろいろほら、違法ダウンロードとかされちゃったりとかさ、そういうのいっぱいあるじゃないですか。YouTube の PV 今いっぱい出てるけども、そっから引っこ抜いてさ、iTunes とかに入れたりとかするやからもいるじゃないですか。ああいうふうに喋ってるところがあると、完全にこう曲としては聴ききれないっていうところがあるので、非常にこうやっぱ CD 買いたいなって気持ちにもさせると思うので、僕は戦略的にもすげえいいんじゃないかなっていうふうに思っています。やっぱ3ピースっていうのはかっこいいですよね。ロックをさ、表現できる最小限度の形、まあもちろん一人でもロックができるんだけど、なんかこうバンド感が溢れる最小限度の形が僕は3ピースじゃないかと思うので、もう非常にめちゃくちゃかっこいいなと思っております。ということで皆さん、今回のヤバい T シャツ屋さんの新しいミュージックビデオどう思いましたか？ぜひ下のコメント欄に感想を書いて教えてくださいね。